ウェブスピードスペシャルショップインフォメーション。 GR ガレージ札幌厚別通り。カスタマー車両の86ターボはつくばスーパーバトルに遠征。菊池康ドライブで初参戦の2020年が1分2秒543、2回目の2021年は1分0秒823と大幅にベストを更新しています。ドライバーと車の同じ組み合わせは2021年10月に十勝スピードウェイクラブマンコースで1分29秒454をマークしました。そしてその日はデモカーの GR ヤリスもライトチューンでありながら1分30秒813を刻んでいます。そんな GR ガレージ札幌厚別通りは北海道唯一の GR ガレージで、カスタマイズやメンテナンスはもちろん、各種イベント、サーキット走行会、モータースポーツ活動を精力的に行っています。小島純一主査に話を伺いましょう。 GR ガレージ札幌厚別通りは2017年の11月23日にトヨタカローラ札幌よりオープンいたしました。多くのお客様に今現在ご利用いただいているんですが、厚別通りの特徴としては、トヨタ車以外の本当にその車というところを楽しく展開しているというところもあり、スイフトスポーツだったりとかランサーエボリューションだったりとか、トヨタ車以外のお車の入庫が非常に多くご対応させていただいているような状況でございます。こちらは奥からヤリスカップカー、ビッツレース車両 ZN686 のカスタマイズカーです。サーキット走行を楽しむ、あるいはレースに参戦するお客様を全力でバックアップしています。我々ヤリスカップに参戦しているというところもあり、オンロードのレース関係はもちろんのことなんですけども、ラリー系だったり、ダートトライアルだったりっていうところもお問い合わせいただければご対応させていただきます。またモータースポーツ、やってみたいよ、だけどもちょっとまだ敷居高いよみたいなところが皆さんお考えあれば、気軽にそのイベント等々で、サーキット走っていただいたりとかっていうところに参加いただければ、またちょっと今後ご自身のモータースポーツへの、道もちょっと開けるかなというふうに思いますので、一番大きいのは、夏に十勝スピードウェイで、お客様のフリー走行を含めた、大きなイベントを開催しております。単なる走行会というわけではなくて、やっぱりトヨタのメーカーで推しているその魅力ある GR シリーズを、乗っていただいたりとか、あとは過去にはその中にオートテストも加えてみたりとか、有名プロドライバーをお呼びして、サーキット走行のレッスンだったりっていうところも織り交ぜて開催しております。あとは、せっかく北海道なんで、冬はちょっとモータースポーツお休みっていうイメージ皆さん持たれてるかもしれないんですけども、我々は雪の上でもやっぱり車を十分楽しめると考えておりますので、冬の走行会イベントも、企画しております。ちょっと来年の冬はちょっとどうなるかっていうところもあるんですけども、北海道のこの冷えた雪、またちょっと一般的なその雪の上で走るのとはまたちょっと違って新しい面白みがあると思います。ピットには熟練のメカニックがスタンバイ。一応工場の、スタッフが2名在籍しております。こちらの2名は、国家資格、2名とも1級を持っております。その中でも高野和則の方は、過去に板金塗装の技術も、経験済みでございますので、
まあ、ただ部品を交換するっていうわけではなくて、まあ、その車に合わせたその加工だったり、ハーネスの作成だったりっていうところもさせていただくっていうのがまず一つと、車検を通すのが難しいとか、まあ、その間違ったカスタマイズをしてしまうっていう恐れもございますので、そういった中ではその保安基準適合ないっていうところはもちろんのこと、まあ、それ以上の改造をされたいという方はしっかりその車検に通るような申請だったりっていうところも、我々サポートさせていただけるっていうのが、まあ、これってなかなかちょっとディーラーでは今まで、やられているところは少ないと思いますので、そういったサポートも GR ガレージ札幌厚別通りでは行っていますので、ぜひご相談いただければと思います。チューニングノウハウも溜め込んでいます。HK さんの商品にはなるんですけども、駅マニとフラッシュエディターのセット、まあ、こちらの通常 HK さんで販売されているものなんですけども、そのフラッシュエディターのデータをさらに煮詰めたデータをこちらGR ガレージ札幌厚別通りオリジナルデータというものをご用意しております。通常のフラッシュエディタープラスそのデータ料金ということで3万3000円消費税込みでデータを入れ替えることができますので、そちらもおすすめの一つですね。あと GR ヤリスなんですけども、当社のその試乗車一応最低限サーキット走れるようにということでセッティングはさせていただいているんですけども、正直試乗車なものですから車を買っていただくお客様にもちょっと乗っていただくということで、すぐにこうノーマルに戻せるような状態で作ってはいるんですけども、皆さんが気軽に大きくチューニングしなくてもこれだけ効果が出るというようなチューニングを、僕らちょっといろいろその部品をつけて試して、メーカーは違うんだけどもその組み合わせによって乗りやすくなったり街中の走行性能を損なわなかったりっていうところをいろいろ試した上で、パーツを最小限つけた状態で乗っていただくような仕様で今GR ガレージ札幌厚別通りでは試乗車として、置いてございますので、僕らのノウハウというところを皆さんに、お客様のニーズに合ったご提案ができるかと思いますので、そちらもぜひチェックしていただければと思います。カーシェアにも魅力的な特徴があります。通常のシェアと違って GR ガレージ札幌厚別通りのシェアの特徴なんですけども、GRMN の限定車をはじめとした GR シリーズの、車両のシェアを行っております。マーク X GRMN に関しては15分250円、ビッツの GRMN、こちらは15分で150円、CHR に関しては、15分200円、奥の GR、アクアの GR スポーツに関しては15分200円というような形でご利用いただけます。ご利用方法はスマホの、トヨタシェアのアプリを取っていただいて、こちらでクレジットカード決済になっております。こちらの費用の中には、ガソリン代も入ってございます。また別途300円追加することで、車に対する保険も、加入いただくことができますので、ぜひご利用ください。普段の足として使われている車両のさまざまな相談にも対応しています。あと GR ガレージ札幌厚別通りってどうしてもそのスポーツカーのイメージとかって強いと思うんですけども、まあ、実は整備だったりカスタマイズだったりってさせていただくお客様の中でお仕事で使われているハイエースだったりとか、まあ、普段お乗りのアクアだったりとかっていうところでも、ご利用いただいておりますので、そういったノウハウも、我々兼ね備えておりますので、必ずしもそのスポーツカーという考え方ではなくて、普段お使いのお車で何か困りごとがあれば、GR ガレージ札幌厚別通りに、ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、お客様のお話を聞くとなかなかちょっとお店に入りにくいとか、まあ、そういったお話も聞くんですけども、まあ、ぜひ気軽にご相談いただくために
まあ、あの電話またはあのホームページのお問い合わせ欄等々で、ご気軽にお問い合わせいただければ、我々スタッフがご対応させていただきますので、どしどしお問い合わせいただければと思います。 Facebook、Instagram、ほぼほぼ毎日、投稿しておりますので、そちらの方もぜひチェックよろしくお願いいたします。ところで気になるのはショールームにあるこちらのコレクション。 GR ガレージ札幌厚別通りのショールームの中には、ご覧のように価値のあるモデルカーが展示してございます。こちらはなんとお店のものではなくて、北海道 86BRZ オーナーズクラブの会長様から、お借りしているものでございます。会長さんは、こういった価値のあるモデルカーをかなり無数に持っていらっしゃいまして、実は自宅には保管できずに箱の中に入って眠っているものたちがここに展示されてございます。日の目を見るような形でお客様に見ていただけるというところで、そういったご好意の中貸していただいているものなので、ぜひご来店の際には、見てみてください。車の楽しさをご提案し、北海道の車好きを増やしていきます。皆様ご来店お待ちしております。お待ちしております。